薬物ダメ絶対。本日は薬中本中すぐ分かるよっていうテーマについてお話ししていきます。プロって薬中本中すぐ分かります。みんな分からないと思ってないですか？救急隊のプロとか、あの警察の薬物の、判断するプロは一瞬で分かりますよ。実際にその原因が全てかというと当てはまらない薬物薬もありますので、消防の先輩、自分の経験、全国各地の消防士たちの都市伝説、またネット情報、まあ、それを踏まえた上でどういう症状でプロたちは薬中やねあなたはって分かるのかっていうのをお話ししていきます。まず一つ目、完全に目がいってるってよく言うじゃないですか。もう瞳孔開ききってます。もう普通の人じゃない瞳孔、それまず救急隊警察ライト持ってますよね。それを当てるとすぐ分かります。瞳孔が完全に開ききってる、これがうわっお前薬物やってるやろ、目いってるもんっていうやつなんですね。瞳孔が開ききってる。2つ目、油汗かいてる。めちゃくちゃ、なんで真冬やのにちょっとなんかここ熱ない、クーラー切ってくれへん、よくありますよねこれ。どなたか身近な人がいてもその人薬、お前薬中やろって言ったらダメですよ。普通に油汗かく人もいるんで。あと次に匂いを異常に気にしてる。自分なんかこの辺臭ない、大丈夫、俺臭くない、全然臭くない、もう香水だらけ。香水とかファブリーズとかお香とかで自分の匂い消します、薬物使用してる人で。他の人に対して自分の匂いなんか変じゃないっていうのは皆さんに聞きますんで、そういう人も特徴的な一つですね。夜サングラスつけてるあなた、めちゃくちゃ怪しいですよあれ。真っ暗の中サングラスつけておしゃれかもしれないですけど、めちゃくちゃ怪しい。それは事情聴取するよね、警察歩いとったら。薬物とか知ってる人は、身分証明してね、もちろん検査させて、言われたことないですか？だから目がいってる、そういうのを目が瞳孔開ききってるのを隠すためにサングラスとかよく使われるんで、そういう人も特徴的です。唾をやたら吐く、これは薬物とか薬とかそういうのを使った人の典型的な特徴の一つでもあるんですけど、唾がやたら出てくるっていうのでペッペペッペ吐いたりしてる人も特徴的かなと思います。まあ簡単に今挙げたやつが、まあやってる人が多いだけであって、全てそれがその人その子の症状が現れると全て薬中昆虫かって言ったらそうではありません。ですが隠してもプロは分かるよということを覚えとってください。薬物で終わる人いっぱいにできました。この YouTube では本当に皆さん選べる時代なんで、薬物を例えば入手しようと思ったらもしかしたらどっかで入手できるかもしれないですが、すぐバレるよ、絶対に自分の人生終わるよっていうのを覚えておいてください。薬物ダメ絶対。ありがとうございました。